本に来て、今回初めてのお食事は到着してすぐにお台場に参りました。お台場のハワイアンダイニングカフェのラ・オハナでございますね。ここに来ましたよ。ハワイアンの商品もいろいろありますね。全体的にこんな感じです。お席はこちらでございます。日本に来て初めてのお食事でございます。おいしい。それもこもこね、このブルーハワイの色のソーダを飲んでますよ。レモネードね。そしてママは昼間から父飲んでます。ちなみに今回は毎度おなじみ安代ちゃんとカックがおります。こんにちは。こんにちは。いいね、お台場だね。はい、うん、これからガンダム見に行く。あ、ガンダム行く、行っちゃう。いや、ガンダム行っちゃう、行っちゃう、行っちゃおう。はい、ママとカックと安代ちゃんはこのビーフステーキロコモコでございますね。なかなか美味しそうね。えロコモコはさ、ハンバーグになってんじゃんね。でもこれはステーキになってるね。いいね。うん、いただきます。これ全部ドラえもんじゃない。重い。おお。あ、これが入ってるからシャボン玉なんだってこれ。ねえ。すごいね。うん。ポケットから出したのね。あ、ドラえもんの浴衣があるよ。浴衣今回さ買おうと思ってんだもん。でもちょっとドラえもんはあれか。ねえ。わあ、大きいドラえもんだ。かわいいね。猫ちゃんのドラえもんだ、ね、耳がついてるドラえもん。ねえ、ドラえきタワーゲームとかある。すごいね、こんなの。美味しそう。そうだね。ここはメモとかだ。ポストオフィス預かりコーナーって書いてあるから、カードとかこういうの全部書いて、ムーミンワールドみたいだね。ね、書いてさ、そこのポストに入れるとさ、オリジナルのスタンプかなんかくれるんじゃない。なんか見てる。あ、漫画を見てたのね。何があるの。うわー、どこでもドア駆けくった、バイバイ夫婦。おお、これが遊べたのね。あ、ここを見ればよかったね、最初ね。ほんとだ、どこでもドアメンテナンス中ってなって、ここに行ったらどっかフィンランド戻っちゃうんじゃない。
タケコプターだ。うわあ。これは何、カプセルなんかいろいろ入ってるのかな。ねえ、ガチャポンだね。ここは何か見えるんじゃない？ねえ、あ、でもこれ何か、ほら、お一人様 1プレイ1枚だって、何かやってみる？ねえ、これ真ん中は誰かやったんだね。だから空いてるんだ。ねえ、今度は？あ、ここもゲームになってるよ。じゃあ次行きましょう。隣にね、キティちゃんがあったんだよ。やだ、うんこミュージアム。うんこの形のものだね、ここ。あららららら、ここがキティちゃんです。ここ行ってみましょう。何これ、見て見て、人形焼きだ、キティちゃんの人形焼き。ねえ、さきましょう。何これ、ドーナツだって。キティちゃんドーナツがあるよ。なんか仮装してた子いたよね、クロミちゃんのね、シティマーケットのところにね。そんなことがあったな、ね。シナモロールね。あ、かわいいカメラじゃない。あ、本当に撮れるんだこれ。131万画素とか。うん、まあ電卓かわいいね。あ、これほら、カードケースがあるよ。ね。傘とかもあるし、下駄箱ゲームだって。左様、はい、鍵。ひねちゃん、こういうのいいじゃない。ほら、キャリーケース、こういうの、シナモロール、ねえ、ひねちゃんおっきいね、まだね、もうちょっとね。まあでもほら、まだひなちゃんにはパウパトロールがあるから。パウパトロールね。なにこれ、リカちゃん、ほら、マイメロディーリカちゃん。キティちゃんのこんな、ほら、十二人なの。うん、スピーカーだって。Bluetooth とかだったらね、電源関係ないからさ、いいんじゃない。ほら、これお椀じゃない、これ。こっちはお茶碗で、かわいい、かわいい。ほら、シナモロールとかもあるよ。ほら、ほら、いいじゃないこれ。でもちゃんとしたお椀がいい。こんな赤ちゃんみたいなっていうか、どう？いい？やっぱその方がいいね。オッケー。ポムポムプリンだ。そっか、そうだよね。ちょっとこれだと使えてもさ、数年だけだもんね。みやちゃんはちょっとさ、うん、やってないことあった。なーに、ハグしてます。電卓これもあるね。これもかわいい。全部かわいいね。これでこれ、ここちょっとさ、シックじゃない？大人も使えるようなさ、ねえ、そう思わない？
それは何？怖い。あ、本当だ。ちょっと怖いね。猫型ロボット。これさ、あれだよ。ほら、ガンダムにちなんでさ、こういう大きいのやったんじゃない？で、中にキティちゃんが運転してるの。ロボットを運転してるよ。見える？ほら、ね、キティちゃんが運転してるの。でもこのキティちゃん横向いて運転してるよ。これシナモンケーキ。本当に？そう。そう？シナモンちゃんって水色じゃない？これは？あ、本当だ。特にイメージカラー、特に何も書いてない。あ、違うよ。これ何でもいいから好きな色選んで、ここら辺を買って、毎年これ使えるからいいね。うん、じゃあ本物のケーキいらない？毎年。いる。いるね。そうだね。ゆでたまちゃん。わあ、なんか全部見ちゃったかな。よし、じゃあ行こうか。楽しみの、イラボンが楽しみなとこ行きましょう。ここは綿菓子のお店でございます。すごいです。さあ、ここで今作っております。どんなのイラボンは注文したのかな。レインボー。あ、今やってるぞ。あ、まず土台から作るんだね。おー、ピンクちゃんができました。ね、今度は何色？今度は黄色だ。ミカコンも撮っております。すげー、すごい。ねえ、うわ、大きい。え、もしかしてこれですか。リンナンマキマッツァオでございます。イラコン、なんて言いますか。ありがとう。すごいね、大きい。イラコンの顔のね、何倍もあるよ。どうもありがとうございます。あーらら、すごい。もう食べちゃうじゃん。ね、本当だね。下になんかついてるね。すごいね。ビーゴみたいな。確かに。ねえ、これなんか本当に帽子みたいになりそう。ねえ、お味はどうですか。砂糖。そのままやん。ねえ、いい経験しましたね。いい経験ね。かっくん、ありがとうございます。すごいね。本当だね。なんか出てきそうだね。髪の毛についちゃうよって。頭の臭いよね。ねえ、3倍、4倍ぐらいあるね。
夢が叶ってよかったじゃん。あ、本当だ、下にフィルターがあって、はい、フィルムがあって、よかったね。あ、端っこからがいいよ、端っこからが。はい、じゃあいただきます。まあ、水色のとこもらうかな。あにゃ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 あ、でもなんか味がついてる水色。うん、ね、グレープの味する。あ、そう、うん、やっぱりそれぞれの味になってる。そうだ、うん、ね、こっちグレープだ。白っぽいけど紫なんだよ。紫グレープ、うん、青何味？そうだ、うん、あ、すごいね、色だけじゃないんだ、うん、味になってる、うん、これでもみんなでかぶりついて。美味しくないこれ。美味しいね。なかなかいいじゃない。ねえ、よかったね。あ、ピンクは何色？何色じゃないね。どんな味？ピンクはピンクだよって。いちごちゃん？いちごみたいな、ピーチみたいな。あ、ね、みんなでこうバンバンやったから。あ、じゃあ今度はこの辺行こうかな。グリーン、うん、グリーンはメロン。そうよね、うん、いつもはねビニール袋にね入れちゃうの。でも銀だこ食べたいんでしょ。そうじゃない、